だね。あのチョコチップパン多分超うめえ。あるよ。彦丸くん。てか。今日なんかあれ普通にまた食えそう、天狗焼き。
ちゃったわがままマーク。コンボだった。マジで。その石を運びたくない。にまた銀の連続点じゃん。なんかその片方逆に返ってほしい。縄張りしないよ。ポポ出ないよ。ポポくん。長いよね、福島のやつ。足曲がんないから歩きづらそうなんだよね。大丈夫だよ。ちょっと後ろだけ改良しようかな。一生懸命毎回マーキングしてっけど、何もマーキングされてないからね。うん、おむつしてきた。行くか。下手くそだよね、シャッシャ。うん、かわいいやつ。こんなブサイクなおじさんがいつもアホモノ。やめろよ。
それはやめる。発車しなくていい。発車しない。なになになに、あとあと、はい、あこういうゴミね、ゴミ良くないね。ゴミの捨て方を教わらないで成長したんじゃない。俺たちの拾いって話かもしれない。おいポンチロ登るぞ。うわーやめすぎ。お前登山好きだろ。今日寒いから嫌なもん。いやこれ多分暑いと思う。なんでお前上がってんの。はい、ポンチンくん。なに、抱っこ。しょうがねえな。はい。ほわーん。ポンチンくんが今日断念しちゃった。早いね。登山するんだぞ、おめえ。もうお留守番で散々寝てる。お、さっと留守だな。あれで思い出すのは長野どうしようって話。どういうこと？帰省。帰ろ。帰ろ。うん。嘘、わかんない。まああれ次第だな、ニュース次第だな。なんか緊急事態宣言出たらさすがに帰んないけど。うん、菅マン。GoTo も取れないし。ね。頭おかしいわ。あれあんなところにひのひの文字書いてあったの。かわいい。知らなかった。どうした？おお、Z かっこいいよな。いや、悪魔の Z と違うけど、でもあの Z もかっこいいよ。悪魔の Z は引き連れてもしょうがない。まあね。あれ本当に曲がんなくて事故るからそういう名前ついたんだよ。そうだよ。でしかも壊れるけど、あのいくら壊してもメインのエンジンが全然壊れないんで、なぜか。そう、だから悪魔の Z って言われてます。うん、だからいくらボディぶっ壊れても中のメインの心臓壊れてないから走れますよっていう。そうで、実際乗るとフラフラするし曲がんないしみたいな。で、今日何回もそれで事故るので初め曲がれっつって言って、え、曲がんない、ガーンってなるけど、それを見た島さんは止まれねえよとかでブーってまっすぐ行っちゃって。国民のさ、苦労シーンないのに、まあ、映すげえスーパー。まあね、スーパー高校生みたいな登場のスーパーとか、秋夫との運転の差がすげえ出るよな。いやでも、どうだろう、秋夫の場合あれじゃん、もうあっちはなんか、こういうリアリティがある。うん、秋葉じゃねえ、湾岸はね結構現実味あるよ。現実味ありすぎてあるよ。お金特に、うん、お金とか特にお金だ。家族関係とか、
うん、秋夫は特別扱いでって言ってるけどね、確かそういう風に説明するシーンあるよ。お前の場合は俺たちが試してるから別にお金とか払わなくていいんだとかって、まあ、あ、そうなんだ、そうそうすげえいいな、実験台にはなるよな、そうそう実験台みたいなもんだから、自分たちがやるにはリスク高いけど、あいつだったら別に、で死んでも自分以外ないしってことで、うん、でさっきさ言ったそのスープラ乗ってるホストの相沢家っていうのはあれは別で、あれは注文してもらってるからお金もらってんだとかって言って、出ました、こっち来る、あこっち、300万ぐらいお金するって書いてあった気がして、っていう設定だった気がした、あれ。気にしない、うん、あまあ冬だからね、300万、はいしょ、六山亭いつしか食べてみたいけどね、ここで。あ、でもモンタレルからちょっときつすぎか、うわーん、ダメでしょ、さすがに。すげえ老舗って感じだね、昔からありますよ、ポンチから、あ、行った行った、今日もあれ買っていい？天狗焼き、あれも食べるでしょ、カスタード食べれば、俺も腹減って無理だから食う、時はちょっとびっくりしたけど、くしゃみ止まんなかった、うん、鼻から縮ってたもんね、伸びてないんだよ、そこ、え？そこは伸びてないんだよね、実は、なんで？出てたんだ、見てないんだよね、それ結構動揺しがちだもんね、誰？え、お前お見合いたかねえよ、私冷静じゃん、絶対冷静に、あの時だって冷静だったし、お前にかっていや、お前あの時やってたさくそずっと動揺してたって言うのよく言うの、あさかの時だっておめえも何もしないでよ、なんか突っ立ってるだけだったし、あ、危なっ踏みそう、ま、最近はね、信頼戻ってるんでね、戻ってないよ、ま、待って待って、何だって時は助かるで捕まんよ、じゃあこれってね、ポポ君さ、そろそろ登山なんだけど、また登れる、無視してる、信頼ない、え、信頼あるでしょ、無視してる、君にすら立ってないじゃん、感謝版が来たって、ニャッサンデイズ、ニャッサンいいよね、ここの山頑張って登るよ、
してみる。うん。うん？はい、あれ。どうぞ。よし、じゃあここから登りますよ。またちょっと用意しましょうか。